どうもクライアント奏者のです。今日は、大阪の遠征のお話を、遠征っていうか別に楽器で行ってないから遠征じゃないか、大阪の出張の話でね、オフ会の話をしたいと思います。大阪に行ったとか兵庫に行ったんですけれども、あ、その話はねちょっと別で定期的に1週間に1度くらいか2週間に1度くらいか、まあなおの旅みたいなシリーズでね、お届けしたいと思います。実は遊びでも仕事でも行ってたので、こういろんな動画撮ってるんですよ。なのでそのところで解説しながら、こういうことをこういう動画撮りましたよとか、こんな状況でしたよ、まあ大阪今回ね台風の被害すごかったですね、その辺の感じもお伝えできたらなと思いますけれども、ちょっとその動画は少ないかもしれないですけどね、まあ、とりあえずオフ会の動画を今日は上げていきたいと思います。今回ねオフ会に参加していただいたのは6人、まさかこんなに人来てくれると思わなくて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。まあ、仕事の合間縫ってね来ていただいた方も、合間ってか仕事終わってから来ていただいた方もいらっしゃって、まあ大体そうか、いや土日だからそうでもないんだけど、とかね、すごくいろんな年齢層の、全員男でしたけどね。はい、ということで、なんかクライネット大好きな、メンズが揃ったみたいな感じの動画で、動画じゃないや、オフ会でございました。オフ会の様子ちょっと動画にしてあるんでね、ここからちょっとオフ会の様子を、ご覧いただけたらと思います。写真とか動画撮ってあるんで、ぜひぜひご覧ください。では、どうぞ。その SE の一番高いっておかしいけど、一番上がアクティスモデルで、CS の一番上がちょっと前はイデアルで、最近 CSG3 っていうのが、はい、でそれの前が YCL856 っていうのがあったんですけども、ドイツベーブっていうやつがあったんですけども、値段が高い人の作るのに故障が多いから、それはあかん。それから開発したあれか、何やったかな、あの人。内山先生とかな、あの人が亡くなったのもある、30年前の R13 と7年前の R13 の A 館、A 館の、分かるか分かんないけど、動画ではキーシステムが進化してます。あ、でもちょっと違うな、やっぱり。まあ、一回聞いたんですけど、昔のクランポンってキー削り出しで作ってたんですよ。はいはいはい、今のクラネ、今のクランポンは単造なんですよね、単造。いわゆる型に入れて、ガッチャーンですね。そうです、いわゆる材料入れて、ボンって打ったら、形、まあプレス、まあまあプレスみたいなもんですね。が出来上がって、昔は一個一個こう金属の部品をこうヤスリとか、はいはいはい、職人さんが一から作ってますね。A 出しは今でもそうですね。あ、まあそうでしょうね。そこで人件費がかかるでしょうね。でそれをプレスで作るようにしたのがヤマハです。何年ぐらいからその変わってるんですか、単造からカカポン、あの削り出しから単造になってプレスになってっていう。プレスとかできたのは最近やと思います。10年ほど前やと思います。それまでは型打ちのこういう金型に入れた打ち打ちを打って作ってた。自分が多分 R13 買った頃は多分それですね。その前20年ぐらい前、そうです、12だったんで20年ぐらい前ですね。ということはこの30年前のやつはもしかしたら削ってるかもしれない。可能性ありますね。いかがだったでしょうか。まあコメント欄でよく見かける方もいらっしゃったり、動画をアップしてる方も YouTube でね、方いらっしゃったりと、いろいろな方々が揃ったとても楽しい回でございました。まあこんな感じでね、東京でもまたは九州でも、まあ行った先でね、九州はまあたまに行く機会があるし、まあ東京は常に住んでるので、オフ会できると思うんですね。で土日の土曜日かなんかのね、夕方かなんかから始めれば、そしてなんか飲み屋じゃなくて、例えばなんかラウンジみたいなところとか、部屋借りてね、まあ、ご飯とか飲み物を持ち込んで、まあ、ピアノあるようなところでこうサロンみたいな感じでオフ会できたらななんていうのは私のちょっとした夢で、まあ、近々それは東京で一回企画してみようかなと思うので、その時はね、ぜひご来場、まあ、遊びに来ていただけたらなと思います。みんなでご飯食べながら、まあ、楽器を楽しむ会とかね、それも面白いのかなと思います。はい、ということでね、まあ、大阪のちょっとオフ会はちょっと急に決まったことで、急にね、呼びかけしちゃったんで、本当にね、来ていただいた方は本当に嬉しく思ってます。まあ、個別にもね、御礼のメールは送らせていただきたいと思います。もう食った後かもしれないですけど、この動画は。はい、ということで、はい、今日の動画楽しんでいただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってるんで、気軽にフォロー、リプ等々いただけたら、いいねもいただけると嬉しいです。ということでね、また明日から演奏動画か雑談とか、ちょっとどっちになるか分かりませんけれども、お届けしたいと思いますんで、よろしくお願いします。では、失礼します。